オルデニズはトルコ南西部のターコイズブルーの海岸にあるムーラ県のフェティエ地区のエーゲ海と地中海に面した場所にある小さなビーチリゾートである。フェティエの南1 4トルの位置、ババダグ山の近くにある。オルデニズの入り口、ブルーラグーンには小さなビーチがある。ブルーラグーンは国の自然保護区であり、建設工事は厳しく禁止されている。オルデニズの海水は ターコイズとアクアマリンの色合いで有名で、ビーチは公式のブルーフラッグビーチである。オルデニズはパラグライダーの名地として有名である。安定した気象条件、ババダグ山の急峻な標高、そしてダイナミックなパノラマ風景により、世界で最高のパラグライダーエリアとされている。トルコ南西に位置するオルデニズにそびえるババダグ山は素晴らしい上昇気流と、 理想的なフライトコンディションを生み出す。オルデニズはソロでもタンデムでもパラグライダーできる。クロスカントリーフライトするためのヨーロッパトップクラスのエリアである。2010年から国際的なトレイルランニングウルトラマラソン、ディションウェイウルトラマラソンが開催されている。オルデニズからアンタルヤまで約220-240キロメートル東向きのルートで行われる。突き通った海、 水中洞窟や動物群に恵まれたオルデニズではダイビングを楽しめる。最もポピュラーなウォーターアクティビティはスキューバダイビングである。現地にはライセンス取得コースを提供する代理店がある。シュノーケリングに適したエリアもある。オルデニズは典型的な地中海性気候。一年中暖かい気候で夏は気温が35度を超えることもある。ありがとうございます。